いつでも大丈夫です。でも良かったんでしょうか。勝手に入ってしまって、管理人さんも交代したばかりで、ちょっと待っててほしいって。それに祝日なのに休園だなんて、何かあったんじゃ。そうですね。雑魚どもが。大丈夫ですか。あなたごとは。話は後だ。あんたらは下がってろ。すごい数ね。気をつけなさい。よっ、返り討ちだ。ガンガン行くぞ。まとめてぶっ潰す。チャンスだ。はっ、もらった。好きにはさせません。まとめて蹴散らします。炎よ。しないにしようぜ。せい！ダンダライス・レイダー！ブーストゲージ、リミット解放！フォローするよ。早い。それにあの動き。何者だ。まさかの新顔とは。こっちは任せた。サンクス。このまま殲滅する。了解だ。シルフィード。容赦はしない。ブーストが有効だぜ。ガンガン行くぞ。頼む、クラウゼル。ダメ押し。続いてバン。まとめて相手だ。ブーストチャンス。まとめて相手だ。任せた。こっちだ。そらそら。こちらの番だ。疾走するよ。これで決める。アクセル、アイス、スバイ、ドライ、羽ばたけ、アズールクリア。ブーストゲージ上限突破だ。
皆さん本当にありがとうございました。すみません、名乗るのが遅れてしまって。ニナ・フェンリー、動力映画の女優をしています。駆け出しの若輩者ですけど、ご存知みたいで嬉しいです。ございます。まだまだジュディスさんのような偉大な先輩には追いつけていませんけど。それはどうも。管理会社から行き違いで、さっき手配魔獣の連絡があった。そっちは一足遅かったみたいだけど、一応義理は果たせたかな。改めてフィー・クラウゼル、帝国遊撃士協会所属だけど、昨日首都総支部に着任したばかり。よろしくね。そっちの人たちも。ううん、無事でよかった。民間人を守るのは私たちの役目だし、まあ今回についてはお株を奪われちゃったかな。そちらこそ、共和国のスプリガンさん。その多分共通の知り合いがいると思うんですけど。なんだかうまく話せませんでした。ずっと聞いてて、いつか会ってみたいと思ってたんですけど。
ンソン。はい、いつか。ううん、そのうちきっと。あんたが解決やって人だな。単刀直入に言う。これ以上アニエスをたぶらかさないでくれないか。あんたの噂はいろいろ聞いた。何でも違法スレスレの依頼をこなすヤクザ者だそうじゃないか。どうせお人よしな彼女につけ込んで無理やり働かせているんだろう。アニエス、君は黙っていてくれ。どうした、答えられないのか。どうして。友人を心配して何が悪い。そもそも彼女を軽々しく雇うなんてのが間違ってるんだ。そんなところでバイトしてるなんて知られたら、お父上の名前に。すまない、だけど僕は。ああ、やっぱりここに来てた。もうアルベールはすぐ先走るんだから。らしいけどね。オデット、先輩までどうして。ダメじゃない、見守ってあげよってちゃんと話したでしょ。まったく、アニエスのことになるとすぐ周りが見えなくなるんだから。ま、違う、僕は別に。どうも、はじめまして、私、オデットって言います。うちのアニエスがいつもお世話になってるみたいで。わわ、あなたがフェリちゃん？めちゃくちゃ可愛い。アーロンさんも聞いてた以上の超絶イケメンですね。そしてバンさん、ちょいワルっぽいけど、
結構かっこいいじゃないですか。思ってたよりずっとお若いし、もっとおじさんなのかと、なんて。いきなり来て騒がしくしてごめんなさい。私たちアラミス高等学校で生徒会をやっているの。アニエスも庶務としてずっと一緒にやってきた仲間でね、うちの会計君も心配でたまらなくなっちゃったみたい。結局はそこだしね。くれぐれも安全には配慮してくれると助かるわ。生徒会長としてもだけど、同じ寮のお隣さんとしてもね。ほらアルベール君、彼女はまだ用事があるみたい。私たちはこれで失礼するわよ。待ってください先輩、僕はまだ。アルベール君、頼んでおいた例の予算割り当てはどうなってるの？当然終わらせてから来たのよね。それは、アニエスは面倒な購入申請をとっくに終わらせてくれてるわよ。まずは自分の筋を通しなさい。人に意見するのはそれからよ。それではごきげんよ、解決屋さん。アニエスは寮でね。また明日ね。でもあんまり遅くならないように。お父さん、どうして、なんで何も言ってくれないんですか。危険なアルバイトはやめろとか、無断で地方に行ったりするなとか。成績も期待通り、出席日数も守っている。先日の遅刻についても許容範囲で、生徒会庶務としての評判もいい。世間一般的にはよくやっているだろう。その意味でプライベートにまで口を出す必要は感じないというだけだ。アニエス、お前に望むのは2つ。私を煩わせないこと、そして母さんに恥じない行動を心がけること。それが守れるならば行動の制限はしない。困ったことがあれば
彼らに言いなさい。大抵は答えるだろう。わざわざバイトをする手間も省けると思うかね。今いいか。話が早くて助かる。と言っても俺からの依頼じゃない。ちょっとしたつてからお前たちへの仲介を頼まれてな。事務所の端末番号を教えた。受けるかどうかは話して決めてくれ。紹介していただいた依頼人のニナ・フェンリーです。リスク管理の問題だと思うんです。人気商売としては警察沙汰にして大ごとにはしたくない。かといってギルドにはどうしてもデリケートな案件は頼みにくいですから。守っていただくんですから。引き受けていただけるのならあさってには現地入りをしていただき、映画祭当日までの3日間
不穏な動きがないか調べていただきたいんです。 4SPG でしたか。そちらの出張を通した形でも構いません。現地での活動資金、成功報酬もろもろを私たちのポケットマネーからお支払いします。Thank you.
今後ともギブアンドテイクでよろしく。スケジューラーを起動したわ。よし、行くか。
よし、業務開始だ。相手が悪かったな。攻撃開始。引き締めなさい。チャージアタックが控えるわよ。制圧完了。やるじゃない。群れてやがんな。おらよ。相手が悪かったな。慎重にね。せい、せい、そうだ。戦闘終了。データを処理するわ。遠隔攻撃に気をつけて。遠隔攻撃に気をつけて。相手が悪かったな。せやめなさい。チャージアタックが使えるわよ。そこだ。制圧完了。やるじゃない。はっ、もう一度。そこだ。そこだ。お疲れさん。怪我はないな。ごちそうさん。始めるか。さあ、次に行くぞ。行くぜ。スキル発動よ。
よし、上出来だ。なるぜ。ブーストチャンス決めるわよ。そうだよ、チャンスだ。借りは返すぜ。切り裂きだ。行くぜ。お見舞いよ。覚悟を決めな。せい。ダンダライスレイダー。ブーストゲージリミット解放。借りは返すぜ。フルブースト全開よ。そうだよ。
これで解決だ。スケジューラーを起動したわ。よし、行くか。いらっしゃいませ。本日はご来場ありがとうございます。あの子、私が落ちたオーディションに受かったんですって？生意気ね。ちょっと人気が出たからって。大して演技もうまくないのに。もう、後輩相手にマウントを取って。この前はプロデューサーとホテルに。無理しすぎじゃない？ここは競争社会よ。一回寝て仕事が増えるなら安いわ。そうだけど。少し疲れてきたの。この世界から離れて普通の自分に戻っても。じゃあ聞くけど、どんな自分に戻るっていうの？その問いが出るといつも彼女たちの会話は終わる。鏡よ鏡、本当の私は誰？
ご来場ありがとうございます。スケジューラーを起動したわ。よし、行くか。さてと、